don't get it. 今日のトピックは connectors っていうのは、接続詞かな。接続詞っていうとどんな接続詞がある？よく使ってるのは and so so because because but that's all that's all まあそのぐらいよね、よく使うのは。but と however、よく使うよね。でも、but、でも、however も同じなんだけども、but は口語でよく使う。I want to go to Japan, but I have no money. この but を however に変えます。I want to go to Japan, period. However, I have no money. However って聞いたことある？あ、あります。However はあんまり。なんか堅苦しい感じが堅苦しいそうその通りです、うん、But はしかしって訳してて、うん、However は、うん、しかしながらあーそういう風に訳してるからしかしながらはやっぱり日本語では硬いよね、うん、硬い However はあのやっぱりエッセイを書くときとか、うん、論文を書くときに、うん、However、うん、だだだだだなのであんまり使わない、うん、But は日本のでもけどしかし、うん、と同じバットがつながるとき何回も出てくるときになんか違う言葉使いたいなと思うんですけど例えば例えばどっちかっていうと文章を書くときに、うん、あのバット何々何って書いてその後あとなんかこう否定したいときにバット使っちゃってバットがこう何回も並んでるときがあそういう並んでるときがあるんだ、うん、バットは一つ最初にあるものをこう、うん、ひっくり返すときだけに使うから、うんそう、バットはこの一つと A の分 A のパートと B のパートを否定を、うん、にしてるから日本語のでもけどでもっていう同じ使い方だと思う。and はよく使う。うん、と、うん、例えば文章なんか何度も使うよね。バットと違って、うん、何回も使う場合あるね。でも日本語と同じに私はバナナ、リンゴ、オレンジとブドウが好きです。うん英語は I like bananas, oranges, apples, and grapes.、うん、I like bananas and oranges and apples and grapes and da 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 って and っていうのは、うん、うあんまり使い方、こういう使い方はしない。そして and then っていうのはそしてその後に、うん、っていう意味なんだけれども昨日あったことを喋ってて友達にストーリーを言ってる、うん、何か telling a story ね昨日これがあってね、そしてね、だだだだだだっていう時によく使う。うん、he was walking to school、うん、and he saw a dog、うん、and then the dog bit him、うん、and then he started crying、うん、and then the police came、うん、and then だから何回も使ってもおかしくないと思う。because さっき because をよく使うって言ったでね。この間私50ドル借りたから、うん、今回は私が払うよ。How do you say that in English? Today,、mm-hmm. I treat you. Yeah, yeah. Because、mm-hmm. yesterday, I owe you. Because、you lent me money. You lent me money. money.、Mm. それを since に変えてもいい。Since. I'll treat you today since you lent me money last time. 日本語で言うと。ないないなので。なので。なので。since ね。習った。高校の時に。あ、高校の時に習った。Since. Though. Although. Even though. Even though. Although と though ってどう違うんですか？あんまり違わない。違わない。うん。Even though も違わない。Even though も。意味的にはほとんど3つ though, although, even though は同じなんだけども、ただ though は文章の最後に使ってもいい。あとの2つは使えない。He claims to be straight. Straight っていうのは知ってる？ Straight? 普通の人。ゲイじゃない。普通の straight、ね。He claims to be straight. 彼はストレート、自分はストレートだって言ってる。Though. He claims to be straight though. He claims to be straight. Though it's obvious that he isn't.彼は自分はストレートだって言ってるけど、うん、なんか見るからにストレートじゃないじゃん、うん、どう見てもストレートじゃないじゃん、うん、英語で although or though は日本語で
だけど、うん、right? でも though っていうのは he claims to be straight but it's obvious that he isn't though だから but を入れて最後に though を入れても使ってもいい、でも he claims to be straight but it's obvious that he isn't although although は最後に絶対来ない、うんうんうん、だから although と even though は真ん中に来てもいいけど though っていうのは最後に使っていいっていうのは最後に使うとあんまり意味が強くない、うん、though っていう意味が強くない、英語っていうのは、うん、一番大事なところから始まる文章は、うん、だから he が一番大事、誰、うん、he、うん、何、うん、he claims、うん、to be straight、うん、だからこの人が何をしたか、うん、he claims 何をした、うん、to be straight、うん、だだだだだ though、うん、だから though はもう一番最後の文章に来てるから あんまりこう強くない、うん、でもこれを真ん中に入れると結構強くなってる、うん、He claims to be straight though、うん、it's obvious that he isn't He claims to be straight period、うん、it's obvious that he isn't though あんまりこう強くないでしょこの though でもしかしながらが一番最後に来てるからあんまりこう、うん強く感じない、うん、日本語で言うとなんだろうねじゃんとかそんな感じなのかな彼はストレートに見えないじゃんとかなんかそんな感じなのかな